皆様こんばんは、ささやき女官アクアです。バラ戦争、それはイギリスで発生した内乱で、王位継承をめぐる赤バラを紋章にしたランカスター家と、白バラを紋章にしたヨーク家の争いです。ランカスター家とヨーク家の対立から始まった、このバラ戦争は、最終的に両家の結婚で幕を閉じ、そしてバラ戦争での勝利者、リッチモンド伯は、テューダー朝を生み出しました。テューダー朝とは、1485年のヘンリー7世リッチモンド伯即位に始まり、1603年のエリザベス1世の死去により終わるイギリスの王朝です。つまり、ヘンリー7世リッチモンド伯はエリザベス1世の祖父にあたる人物です。そして、赤バラと白バラが重ねられた紋章、テューダーローズの紋章ができ、現代の女王、エリザベス2世にもその紋章が引き継がれています。バラ戦争での勝利者、ヘンリー7世、リッチモンド伯と敗者、リチャード3世の最後のドラマティックな戦いは、シェイクスピアのリチャード3世などの刺激をはじめ、小説、映画、ドラマ、舞台など様々な作品の題材として人々を魅了しています。そういうわけで今日はシェイクスピアのリチャード3世をご紹介したいと思います。シェイクスピアのリチャード3世は見方によっては悲劇というよりホラー映画です。シェイクスピアの主人公リチャード3世のキャラクター設定は悪役というよりまるでシリアルキラーのようで、性格は貪欲にして冷酷、外見も醜悪に描かれており、脊髄が曲がって足を引きずったヒキガエルのような男です。残虐極まる主人公は、地獄の悪魔に取り憑かれたかのように陰謀を張り巡らし、次々に邪魔者を排除していきます。リチャード3世に殺された人の数が多いので、その亡霊もたくさん出てきます。この劇はイギリスの時代劇なので歴史に基づいていて、リチャード3世とは、ヨーク朝最後のイングランド王です。またバラ戦争で廃止した王という言い方もできます。舞台は15世紀後期のイングランド。主人公のリチャードは幼くして父を失い、母からも愛を受けられないまま、母方のいとこにあたる実力者ウォリック伯の庇護を受けて成長します。バラ戦争の最中、1461年にリチャードの兄ヨーク家のエドワード4世が王位に返り咲きます。しかし間もなく兄エドワード4世は病に伏せ、そんな兄の姿を見て長くはないと確信を得たリチャードは、自らが王冠をいただくための足がかりを画策し始めます。まず邪魔な人間はもう一人の兄ジョージ。巧みに兄をエドワード4世に逆賊の疑いありと吹き込み、ジョージをロンドン島へ監禁させ、そこに刺客を放ち殺害に成功します。一方、ランカスター家のヘンリー6世とその皇太子をすでに殺害していたリチャードは、その皇太子妃アンを口説き我が物にしてしまいます。そうこうするうち兄をエドワード4世は病死。こうして兄も亡くなり、性敵も除いたリチャードはバッキンガム公を使い、エドワード4世と王妃エリザベスとの結婚の前には他の女性との縁談があった。だからこれは重婚であるから無効であり、エドワード4世と王妃エリザベスとの結婚は正式のものではない。王太子も弟王子も私生児である。さらに亡きエドワード4世自身も母セシリーが浮気によって産んだ子供で不義の子であるとの噂を流させました。本来であればエドワード4世の嫡子エドワード5世が即位するはずでしたが、王位三奪を企むリチャードはこのように巧みに母校エリザベスと二人の息子たちを引き離し、
王子二人をロンドン島に幽閉してしまいます。ロンドン島に幽閉した王子二人の暗殺をバッキンガム公に持ちかけるのですが、バッキンガム公はためらい、リチャード三世は彼を見捨て、代わりの男に王太子二人を暗殺させます。リチャードの妃となったアンもリチャードにより密かに殺されます。王座に座るためなら身内肉親は愚か、女子供まで犠牲にし、両親も痛まないリチャード。甥である二人の王子を殺すよう残酷な命令を下した時も、哀れみなど微塵も感じないリチャード。常に自分の王座の心配だけで、口先だけで相手を騙し、心の中ではもう殺す準備を常にしているリチャード。こうしてリチャードは両手でも余る血の犯罪によって権力を手に入れ、市民は納得こそしなかったが沈黙し、ついにリチャード三世が即位します。リチャード三世として戴冠したものの、その直後から彼の転落は始まります。リチャード三世の悪事に加担してよく働いたバッキンガム公は大いにつかせた牢の報酬を申し出ますが、リチャード三世はこれに応じず、腹を立てたバッキンガム公は反乱を起こし、ランカスター家の血を引くリッチモンド伯も反旗を翻します。そして反乱を起こしたバッキンガム公は捕らえられて処刑、つまり厄介払いされますが、一方ランカスター家のリッチモンド伯はイングランドに上陸し、ボズワースの平原でリチャード三世と対峙します。いよいよ決戦という前の夜、リチャードのもとにはリチャードに殺された者たちが亡霊となって現れ、リチャードに地獄落ちの呪いを与えるのでした。ロンドン島で暗殺された二人の幼い王子の呪いはこうでした。お前の夢の中にリチャード、その胸の中の鉛になってやる。そしてお前を破滅盗賊と死に引きずり込んでやる。老いの魂はお前に絶望と死とを命じるのだ。リチャード三世のために一番働き最後に殺されたバッキンガム公の呪いはこうでした。貴様の頭に王冠を乗せるために誰よりも先に働いた俺だ。そしてその暴虐の最後の餌食となったのも俺だ。おう、明日の戦いにはきっとこのバッキンガムのことを思い出し、罪の恐ろしさに震えながら死んでゆけ。貴様の夢の中には残虐な殺人が現れるがいい。血みどろの死が、気も遠くなるような絶望が貴様の上に、失意のもとに息を引き取るのだ。翌日、ランカスター家のリッチモンド伯は力に満ちて早起きし、敵陣にまっしぐらに向かいました。一方、前夜に亡霊に呪われたリチャード三世の方は寝坊した挙句、目覚めた時今が何時かもわからない状況でした。ベニバラ軍とシロバラ軍は激しくぶつかり合い、壮絶な戦いを繰り広げます。劣勢の中、乗馬を失ったリチャードは、馬をこれ馬を、代わりにこの国をやるぞと叫びながらリッチモンド伯を探し求め、ついにリチャードとリッチモンドが剣を交え、リチャードは殺されてしまいます。こうして王座は正しい心でもって統治を誓ったベニバラのリッチモンドに移されました。ヨーク家とランカスター家の争いはここに終わりを見ました。リッチモンド伯は王位につき、ヨーク家のエリザベスと結婚します。ランカスター家とヨーク家は結ばれ、バラ戦争はついに終結したのでした。
シェイクスピアのリチャード3世のお話の紹介はここまでになりますが、その後32歳で戦死したリチャードの遺体は当時の習慣に従って裸にされてレスター市に運ばれ、2日間も晒し者になったといいます。13世紀から16世紀にかけてイングランド中部の都市レスターにはグレイフライヤーズという修道院があり、彼の遺骨はそこに埋葬されたという伝説だけが残されていました。リチャード3世はそのまま地中に眠っているとも、掘り起こされて川に投げ捨てられたとも言われていたのですが、5世紀以上にわたり真相を突き止めた者はいませんでした。グレイフライヤーズという修道院は後に起こった宗教革命に潰されたため、それに伴い歴史からも葬られることになったからです。シェイクスピアの描く魅力的な悪役リチャード3世には多くの人々が魅了され、彼の素顔を解き明かそうとしてきました。そして2009年に修道院跡地で未だに眠り続けているに違いないと強く信じるある女性歴史家の働きかけによって、ついにリチャード3世の遺骨を探すための一大発掘プロジェクト、ルッキングフォーリチャードが動き出したそうです。リチャード3世はもしかしたらシェイクスピアの描くような醜悪な人間ではなかったのかもしれません。ヒキガールのような醜悪キャラ設定はシェイクスピアのオリジナルで持っているかもしれませんし、当時の時代背景による政治的目論見も絡んでいるかもしれません。2012年9月5日にイングランド中部の都市レスターの市営駐車場の下からある一人の王様の体が掘り返されて出てきたお話を皆様はご存知でしょうか。市営駐車場というのはまさに買い物客の車が止まるような普通の駐車場です。そんな普通の駐車場の下から出てきた王様というのはリチャード3世。なんとも彼は530年の眠りから覚めたのです。醜い要望を持つ悪役非道な王様という悪役キャラとしての確固たる地位を確立しているためか、彼の発見には世界が沸きました。しかしその魅力的な悪役っぷりが人々の興味や探求心を引きつけ、プロジェクトが動くきっかけとなったのでしょう。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。今日のお話を気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、チャンネル登録の横のベルマークの通知設定を押していただきますと、新しい動画がアップされたとき、すぐに通知が届くのでおすすめです。それではまたぜひ、ささやき女官の館へお越しくださいませ。次回の動画でお会いしましょう。